バンバン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、夏以降に海外で発売が始まる、Amazon の Fire TV 内蔵のテレビをご紹介したいと思います。といっても、現時点では、Amazon とアメリカの家電量販店大手、ベストバイが、Fire TV 内蔵のテレビを発売するための提携を結んだという報道があっただけですので、まだ具体的にどういったモデルが出るかということについては発表されていません。現時点で判明している内容としては、発売時期が今年の夏以降、そしてモデル数は10モデル以上を用意するとのことです。Amazon の Fire TV というと、最新モデルは 4K にも対応していますので、Fire TV 内蔵のテレビの中にも 4K ディスプレイを搭載したモデルも登場するとのことです。そもそも Fire TV というと何かというと、Amazon のプライムビデオなどをテレビで視聴したり、またテレビの画面を利用してネットサーフィンをしたりできるような製品です。すでに Fire TV Stick といって、テレビの HDMI 端子に挿せば使える製品も出ているんですが、実際のところ電源を供給する必要がありますので、USB ケーブルを接続したり、コンセントに AC アダプターを接続したりと、意外とテレビ周りがごちゃごちゃしてしまうというのがデメリットではありました。今回発表された Fire TV 内蔵のテレビの場合ですと、そういったごちゃごちゃした配線がスッキリするというメリットはあります。では実際にこの製品売れるかどうかですが、現在 Amazon のプライム会員というのは全世界で1億人います。もちろんその中の大部分はプライムビデオをスマートフォンやタブレットなどで視聴している方が多いんですが、やはり大画面のテレビで見たいという方も多いですので、そういった要望に応えることができるこの Fire TV 内蔵のテレビはそこそこ売れるのではないかと思います。なお、この Fire TV 内蔵のテレビですが、日本で発売されるかどうかは現時点ではアナウンスがありません。日本国内だけでもプライム会員の数は多いですし、Amazon は日本市場をかなり重視していますので、このテレビが国内で発売される可能性もゼロではないと思います。また、この Fire TV 内蔵のテレビについて何か進展がありましたら別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。